じゃあお願いします。はい、じゃあモダンなクライアントサイド JavaScript を見つけるための小さな対しかし大変な一歩の話っていう話をします。森健太です。造公園っていう ID でやってます。DNA で働いてます。ではなんかここでなんかモダンなクライアントサイド JavaScript って何なんだって話なんですけど、僕の LT の中ではなんかこうイケてる最近のライブラリを使ってるようなものを指してますね。なんか Angular とか React とか Brazzarify とか、流行ってますよね。なんか流行ってて楽しそうだからっていう理由もあるんですけど、やっぱこうみんなが使ってるものをどんどん取り入れていいとこどんどんなんかこう吸収したいみたいなのがあって、でなんか置いてかれたくないみたいなのあるじゃないですか。ないですか皆さん。わかんないですけど。でなんか僕のチームで実際現状どうだったかっていうと、なんか jQuery とコーヒースクリプトだったんですよね。でなんかそれは別にいいんですよ、全然 jQuery 最高みたいな感じなんですけど、でなんか jQuery 1.10 とかだったんですよね。なんかもうすでに2とか 2K 出てだいぶ経ってるし、古い端末そもそもうちのサービスサポートしてないのになんでまだバージョン 1K なんだみたいな。でなんかここでなんかおかしいなみたいな感じになってきて、でなんか全部のファンクションはグローバルですみたいな。でなんかテンプレからも全部グローバルの関数を呼ぶみたいな、なんかオンクリックも全部グローバルの関数を呼ぶみたいな、どこから呼ばれてるかわからないみたいな。これなんか最終的に一番でかいなんかコーヒースクリプトのファイルは1400行を超えてて、なんかどっから何が呼ばれてるんだみたいな、もう訳がわからないぞみたいな感じになって、でなんかこう他にもなんかこうなんか毎回 jQuery でなんかこう取ってきて、でなんかハズクラスとかやって、なんかまずキャッシュしようみたいな、じゃあ jQuery のオブジェクトキャッシュしようよみたいな話とかあった。なんかドムは変数じゃないんだよみたいな、ちゃんとなんかやりましょうよみたいな話があって、なんかこれクソコードじゃないですかって言ったら、なんかそう思うし、なんか放置してたけど直してみたいなこと言われて、でなんかじゃあ直しますって感じで、じゃあなんかどうやってリファクタリングするんだみたいな話で、なんかここは LT なんであんま詳しく話さないんですけど、なんか一応やったこととしては、なんかそもそも NPM とか全くなんかその jQuery のやつとかも使ってなくて、なんかこうバージョン上げるんだったらどうせ NPM でなんかやるようにするかみたいな感じで NPM 使うようにして、でなんか1200行とかのファイルとかなんか辛いので触るのが、なんかもう仕様変更とかしたくないみたいな感じなので、なんかファイルを分けますと。でなんかこう分けるにしても、なんかモデルとビューをちゃんと分けましょうみたいな、なんかそれっぽくみたいな、そもそもモデルとかビューっていう概念がなんか元のコードにはなかったんですけど、なんかとりあえずこうなんかいい感じにできるだけ分けようみたいな。でなんかあとはなんか分けつつ、なんかこう Webpack とか使ってなんかちゃんとクラスとか作って、でなんかそのクラスとかをなんかマリオネット使ってなんかいい感じにしましょうみたいなことをやりました。でなんかそれを一応やって、でなんかだいぶ複雑性はなんか複雑性は解消されたっていうか、なんかいじりやすくなった。なんかこう、ファイルとかも分けて、なんかうちのクラスとかも切り出して、でなんかこうグローバルにみんなでごちゃごちゃ触るみたいなのがなくなったので、なんか少し複雑さ回収されたかなっていう感じです。でなんか今後もなんかそのもっと良くするために、なんかこう継続的にリファクタリングはしなきゃいけないなと思いつつ、でもなんか一応ある程度のところまではいけて、なんかこう圧倒的になんか辛い状況からは出したかなっていう感じです。でなんかところがあった感じなんですけど、話は変わりますが、なんかまだこう僕がまだいじってないやつで、なんかアプドットコーヒーっていうのがいるんですよ。でこのアプドットコーヒー何かっていうと、なんか全てのページで読み込まれてて、またこれも1000行以上あるみたいな。これなんかもう分けたらどこになんか影響があるのかもうなんか把握しきれないみたいな感じで、これどうするんだみたいな感じで、もうなんかもうリファクタリング坂を登り始めたばっかだみたいな感じで、もうなんか辛いんだけど頑張っていくぞみたいな気持ちで終わりですっていう、はい、以上です。